外国人創業促進政策の効果に関する考察というタイトルでご報告させていただきます。今日の報告内容は2022年3月完成しましたアジア基本プロジェクトの8つの基本プロジェクトありますが、その中の1つの研究報告書に基づくもので、えー、今日の話の主な内容はご覧の通りです。えー、まず この研究の背景と目的について簡単に紹介させていただきます。まあ、ご存知のように少子高齢化が進行している中、近年の日本においても移民受け入れに関する議論がかなり活発になっていますが、えー、ただ、移民が労働力の供給を拡大し、国内のネイティブ労働者、つまり日本人労働者、 とこういう機会を競うことも懸念されていますしかし、まあ、主にあのアメリカを中心とする先行研究の結果によると移民はま単なる仕事の受け手よりもビジネスとかあの企業を起こすことによって、まあ、仕事のクリエイターつまり仕事の創出者あるいは仕事の提供者として あのアメリカのダイメネックな人口成長に大きな役割を担っているという調査、研究、結果もたくさん出ています。でまあ、こうした海外の事例、経験を鏡2015年頃からです、ね、日本政府、まあ、地方自治体なども外国人の創業、企業、職員事業を本格的に推進し始めています。 主役というかあの内閣府経済産業省法務省が主役となっています。それから地方自治体の中でも、まあ、我々九州の福岡市北九州市も積極的にこういう事業を推進しています。まあ、すでにそうです、ね、2015年からスタートして、まあ、少なくとも5年以上う経ちましたけれども。 果たしてこのような外国人創業企業推進事業の効果はどうなっているか、まあ、一度検証する必要があるではないかと思って、まあ、この研究のモチベーションとなっています。まあ、こういう問題意識も持って、この研究では、えー、まず日本における外国人企業家の推移特徴を外観し、 そして2015年以降の各地の外国人創業促進政策の効果に対する考察を中心に、外国人企業家の都道府県分布の決定要因を検証したい。これは、まあ、面の目的で。そして、こうした分析結果を踏まえて、外国人の操業をより効果的に促進するための対策についても、若干提言したいと考えています。 以上はこの研究の背景と目的です。次、えーと、近年日本における外国人創業促進政策を果たしてどうなっているかについてまず紹介させていただきます。まあ、ご存知の方がいると思いますが、従来の日本の入国管理法では外国人が日本で起業する場合は またあるいはの日本にある企業の管理業務を行う場合などにおいて経営管理という在留資格が必要ですまあ、2015年以前は投資経営と呼ばれていましたまあ、この経営管理ビザを取得するためにはまあ、いくつかの条件を満たさなければなりませんまあ、一つは日本国内にすでに事業所を確保する必要はあります2番目は 資本金などは総額500万以上、または日本に居住する常勤従業員2名以上の雇用の確保が必要です。3番、4番は相対的に簡単ですが、意見して、まあ、こうした条件はそんなに複雑あるいは難しくないではないかと思われるかもしれないけれども、しかし実際外国人にとって、特にまあ若い外国人にとっては、割と 難しいという声が非常に多いですね。まあ、こういう声を聞いて、日本政府はですね、特に安倍政権以降、2012年以降ですね、あのできるだけ海外の投資者、まあ、外国人に日本にスムーズに投資してもらうために、まあ、いろいろ外国人創業活動促進事業を実施しています。まあ、その中に、まあ、いくつかありますが、まず、 国家戦略特区における外国人創業活動促進事業は一番有名で、まずこれについて紹介します。えー、国家戦略特区制度は、まあ、あのご存知の方は多いと思いますが、えー、その目的は世界で一番ビジネスをしやすい環境を作ることを目的として、そして大胆な規制制度の緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度はこれは。 えー、国家戦略特区制度というものです。まあ、ちなみに AGI の,のあ理事長、た田達夫先生は、まあ、最初からこの国家戦略特区の諮問委員会のワーキンググループの座長を務めています。平成25年、つまり2013年に、まあ、関連する法律が制定され、まあ、2020年2年現在、日本全国に、まあ、あの10の 地域その中には13の都府県が含まれている。まあ、こうした地域あるいは地方自治体は、えー、国家戦略特区指定地域となっています。この図1は国家戦略特区の指定地域を示しています。北九州、福岡市もこの国家戦略特区の指定地域になっています。 では、この国家戦略特区において、まあ、どのような外国人総迎活動促進事業が推進されているかというと、具体的に言うと、この特区内の地方自治体が外国籍送士希望者への事業計画などから一定の要件を確認した場合、従来の経営管理の在留資格の基準を6ヶ月後、 までに満たす見込みがあればですね、まだその基準は達しなくても、6ヶ月後までに満たす見込みがあれば、申請時点にこの事業者の確保とか、500万以上の資本金、または2人以上の常勤職員の雇用など、従来の基準を満たしなくても、創業準備目的の経営管理の資料資格あの、スタートアップビザとも呼ばれています。まあこういう 在留資格で6か月間入国滞在を認めることができます。この特殊地域の中ではこういう制度が2015年からスタートしています。2002年1月現在、東京都、神奈川県、京都府、新潟市、福岡市、北九州市、仙台市、愛知県、広島県など、 10の自治体ではこの事業が認められています。また、沖縄県、大阪府、兵庫県などではですね、この名義の事業は実施されてないけれども、実質的に同じく積極的に外国人創業促進政策を推進していると、ホームページから確認できます。えー、もう一回そのイメージを。 示すと、まあ、この図には国家戦略特区で導入されたスタートアップビザの申請手順。あの規制改革の前は、まあ、っき言ったように4つの条件を満たさなければならない。特に外国人にとって難しいことは入国する前、事業所の確保、2人以上の常勤職員の確保、500万以上の出資資金の確保が必要ですけれども、この特区ではですね、この要件の まあ事業計画を認めれば、入国、入国時の要件確認を6ヶ月間の有用時間を与えることができます。つまり6ヶ月以降、その条件を満たすことができれば、日本への入国と滞在はできます。まあ、これはあの一番知られている外国人企業、創業。ちなみに、この言い方は微妙に違いますけど、これは一番知られている国家政略特区における外国人創業活動促進事業ですね。 えっと二番目は経済産業省の外国人企業活動促進事業。一文字だけならまが違います。先は外国人創業活動促進事業。経済産業省が推進しているのは外国人企業活動促進事業。まあ意味は同じと考えていいです。まあ先ほど紹介した国家戦略特区制度が導入された以降、 創業、企業を従事する国際的な徴料に合わせ、スタートアップビザの適用対象はさらに国家戦略を得して地域以外の支部の自治体や特権大学へ拡大しています、えー。例えば、2018年12月に経済産業省は外国人企業活動促進事業に関する工事を交付、えー、し、外国人が企業しやすい新たな制度を 法務省とともに創設しました。まあ、この新制度では外国人企業家は先日した経営管理ビザ申請要件を満たさない場合でも外国人企業活動職員事業の実施主体である地方自治体、入国管理局での審査を経ることで企業準備活動を行うための在留資格資格の名前は先ほど違います特定活動 という在留資格の使用を受けられます、えー。つまり、経済産業大臣が認定した地方自治体による外国人企業活動、管理支援計画に基づく管理支援などを受ける外国人企業家は、最長で1年間、企業準備活動のために入国在留することが可能となり、 先ほど紹介した国家戦略特区指定地域内で実施されているスタートアップビザの在留期間、まあ、6ヶ月、まあ、先ほど6ヶ月ですね、えーまあ、この6ヶ月よりもあ長い1年となっています。まあ、一番最終、この制度を実施したのは、えー、実はあの九州の福岡市ですね、まあ、北九州の隣の福岡市です。 福岡市が初の自治団体となりました。2019年1月、福岡市が初の自治団体となりました。2020年4月現在は、どれぐらいか、13の地方自治体がこの外国人企業活動促進事案を導入しています。これはあの、まあ、2番目の外国人企業 あるいは創業促進事業ですけれども、制度の概要のイメージは図さんに示されています。ポイントは、さっきの特における制度と違うところは、えー、滞在時間はより長いですね。特内では6ヶ月。この経済産業省が推進している事業は1年の滞在。ま,あ、まず6ヶ月間は、 えー、この起業する見込みあるかどうかを判断してさらに次の6ヶ月以内にはですね起業する確実が見込みがあるかどうかさっ、えーまあ、先と比べて、ね、滞在期間が6ヶ月、えー、長くなりますもう一つはえー、っと、えー、滞在の在留資格ですね特区制度では最初から経営管理というビザあるいは滞 まあ在留資格という意味ですけれども、けれども、で入国する。えー、っと、この経済産業省の制度では、最初は特定活動という在留資格で入国して、そして1年経ったら、もし起業する、まあ、あの従来の経営管理の在留資格の要件に、えー、まあどの条件を満たすことができれば、 経営管理のビザへ変更することは可能です。これは2番目の外国人企業活動促進事業となっています。3番目、大学を企業支援の主役とする留学生企業優遇制度。えーまあ、先ほど経済産業省と法務省の外国人企業活動促進事業及び まあ、一番目、えー、紹介した内閣府の国家戦略特区外国人創業活動促進事業ではです、ねえー、地方自治体が外国人企業創業支援の主役となっていますが、まあ、近年ではつい最近のことですけどね2020年以降のことですけども最近はあのアメリカなどの経験を参考し大学を支援の主役とする企業支援制度も導入されています。 えー、2020年7月に内閣に決定された町人仕事創生基本方針2020などにおいて外国人留学生による日本での企業の円滑化を実施すべきことが盛り込まれたことを受け同じ年ですね2020年11月優秀な留学生の受け入れに意欲的に取り込んでいると 認められている一部の大学に在籍中から金融活動を行っていた留学生は、卒業も日本で金融活動を続けることを希望する場合、一定の要件を満たせば、在留資格、まあ、在留資格の名目は特定活動。この特定活動による最長2年間の在留を認めるという新しい制度。まあ、私は留学生金融優遇制度と呼んでいますが、 この私制度も導入されています。具体的に言うと、この留学生金業優遇制度を利用したい場合は、次の要件を満たすことが必要です。まず、申請者は2種類の大学を卒業または終了していることが必要です。この2種類の大学とは、1つは留学生実習職促進。 プログラムの採択校、校、あるいは参加校これはあまり知られてないんですけども九州の熊本大学もその中に入っています2週目の大学はこれはよく知られていると思いますがこれはスーパーグローバル大学創生支援事業このリストこの採択校の中では えー、九州の大学は九州大学と別府にあるーカーアジア太平洋大学 APU が入っています、まあ、まず、えー、この制度を利用したい場合はこの2種類の大学を卒業または修了していることが必要ですそして、えー、申請者はこうした大学在学中から企業活動を行っていたこと、まあ、つ,つまり実績が必要ですね 三番目は、あの上記の大学等が申請者が金融活動を行うことについて制限すること。四番目は、上記の大学等が申請者の金融活動などについて支援をすること。まあ要するに大学が先ほど紹介した事業の中の地方自治体みたいで集約になるんですね。大学が申請する、大学は支援するということになります。四番目の 外国人企業あるいは外国人創業促進事業は、行動外国人材を対象とするポイント制と行動政務職在留資格という制度ですけど、この制度は2022年から、これはもう安倍政権が発足してから、 えー、検討を始めて、そして正式にはあの2015年に正式に、まあ、こういう制度を実施しました。新しい在留資格、高度専門職を創設しました。まあ、ここの高度外国人材とはあの国内の資本労働とは他関係にあり、代替することができない良質な人材であり、えー、我が国、まあ、つまり日本の産業にイノベーションをもたらすとともに、 日本人との切さ琢磨を通じて、専門的な技術的な労働市場の発展を促進し、我が国、日本の労働市場の効率性を高めることが期待できる人材とされています。えー、とこの2015年に新設された高度専門職税理資格では、高度外国人材の活動内容によって3つに分類しています。 高度学術研究活動、高度専門技術活動、高度経営管理活動という3つの活動に分類し、それぞれの特性に応じて学歴、職歴、年収、そして年齢、まあえー、研究成果とかなどの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定定数、まあえー、70点に達した場合に、 高度人専門職というビザを取得できます。そして出入国在留管理上の優遇措置を与えることができます。まあ、ちなみに、高度専門職ビザは1号と2号に分かれています。高度専門職1号は日本での活動内容に基づいて先ほど紹介したように3つに分けられています。我々の研究では注目しているのは一番下の 高度経営管理活動、えー、これは高度専門職1号の派と呼んでいます。えー、この外国人企業家を対象とする高度専門職1号派は、えーまあ、先ほど紹介した経営管理ビザ及、えー、びあの別の法律開閉業務ビザの、まあ、これは既存のビザですね、既存の在留資格の行動版とも言えます。 また、高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上在留していた外国人が申請できる在留資格で、えー、この高度専門職2号を取得すれば、永住者と同様に在留期限が無期限となります。ただ、今のところ、えー、高度専門職2号を取得する人は多分 2, 2ケーターぐらいからものすごく少ないですね。まあ、100人もないと思います。 もう一つ問題になっているのは、行動専門職2号に関する統計では、各年の,この同じ在留資格所持者の総人数だけ公表されています。その活動内容別の人数の内訳は判明できません。1号はこの3つの活動ごとに分類しているんですけれども、2号は大ざっな数字ですね、この3種類の活動の総人数だけが公表されています。 以上はあの今日本国内で実施されている大体4つぐらいの外国人創業あるいは企業促進事業をそういう制度を紹介しましたけれどもでは今日本で外国人企業家たちはどういう特徴を持っていますそしてその地域分布はどうなっているか、まあ、これについて、まあ、これから、えー、紹介したいと思います。 えー、まず、この研究における外国人企業間の定義、そしてその定義の特徴についてあの説明したいと思います、えー。法務省の在留外国人統計などの統計資料を見れば分かりますが、日本で企業の経営管理活動に従事する外国籍の人々は、経営管理、行動人材専門職1号、 行動人材専務職2号、特定活動、永住などの在留資格のいずれかを持っています。ただし、そのうち特定活動と永住の統計カテゴリーにはさまざまな活動が含まれており、必ずしも経営管理、つまり企業経営管理の人を対象としているわけじゃない。 こういう人たちだけを対象としているわけではないですので、創業活動、あるいは企業活動従事者の人数、地域分布は特定できません。まあ、この2つのカテゴリーですね、特定活動と永住また、行動人材専門職2号に関する統計は、先ほど話したように、行動学術研究活動、行動専門技術活動、行動経営管理活動の3種類の活動、 全体に関するものであり、企業経営管理の状況についても先と同じ、特定できません。まあ、こういうデータ状況を踏まえて、えー、この研究では主に経営管理と行動人材専門職の1号派、派はあの行動経営人材ですね。まあ、このの種類の在留資格 所持者に関する統計に基づいて、日本における外国人企業家の特徴、地域分布とその決定要因、そして各地の外国人総業促進政策の効果を考察、えーえー、しますで。日本における外国人企業家の特徴について、図4と表3から表8。 まであの、まあ、いろいろ図表を使って示していますけれども、時間の制限で、えー、一つ一つ、まあ、しめあの説明することができないので、えーまあ、結論から言うと、その特徴は、えーまあ、いくつかの特徴があることを、えー、紹介いたします、えー。まず、経営管理活動を行っている在日外国人。 えー、ここでいう在日外国人は外国籍を持っているという意味ですね。在、まあ、日外国人企業家は主に経営管理と高度専門職1号派の2種類のビザ、まあ、在留資格と同じ意味ですけど、この2種類のビザ所持者から構成されますが、えー、数万人規模の全社、全社は経営管理ビザ所持者ですね。こういう経営管理ビザ所持者に対して こうしたは行動専務職1号派のビザ所持者の希望はまだ数百万人程度にとどまっています。ちなみにこの2種類の外国人企業家は2019年まではいずれも増加しつつありますけれどもコロナの影響で2020年以降は減少に転じています。まあ、この図4は日本における外国人企業家目標の ビザ所持者の推移。まあ、ここは主に2つの、ンの2つの金融科目へのビザの所持者の動向を示しています。1つは経営管理、左軸ですね。左軸は経営管理ビザ所持者の数字の動向を示しています。右軸は高度専門職1号派所持者の動向を示しています。まあ、2019年までは増加 しつつあるという動向ははっきりと分かりますが、まあ、最近2年間、まあ、その2020年以降は、まあ、おそらくコロナの影響で、まあ、ちょっと減少していると、えー、見られています。えー、特徴 2: 日本における外国人企業家の出退は30代から50代の男性であります。えーまあ、ほとんど男性で、えーまあ、8割以上。 は男性です。経営管理ビザ所持者のうちアジア出身者が7 7、えー、9割以上を示しているに対して、高度専門職ビザ所持者のうちアジア出身者と OB 出身者がそれぞれ約6割と4割を示しています、えー。高度専門職の場合はやっぱりスキルですね、知識、スキル、経験、より高く要求されていますので、 アジア出身者の比率は、経営管理ビザ所持者ほど高くないですね。6割となっています。まあ、これに対して、欧米出身者も4割程度を示しています。特徴は3、東洋経済新報の日本の会社データ4万社によると、外国人が経営している企業のうち、第三次産業に即す えー、企業は85%以上も占めており、えー、その、えー、うちあの卸売、まあ、主に国際貿易が中心ですけど、IT 関連産業、そしてホテル旅行、レジャーは上位3大分野となっています。しかし注意すべきことは、あの日本法務省の在留外国人統計では、外国人 経営管理者の活動の所属産業については一切統計はありません。ですから、ですからこ,こ,はここを使っているのは東洋新報社のデータで、これは、えー、日本の会社データ4万社、えー、の対象になっているのは割とあの大きな企業ですあ、大きな会社です。 えーまあ、外国人が経営している零細企業、飲食店などはこの中に、えー、含まれていません。ですから、もし零細企業を入れると、<laughs> 外国人が経営している企業のうち、第三次産業に属する企業の割合はもっと高くなるはずです。まあ、おそらく9割以上になると思います。また えー、産業別見ると、えー、ホテル旅行レジャー、まあ、飲食を入れると、まあ、このホテル旅行レジャー飲食ー産業はおそらく1位になる可能性が高いただあの実際のデータは持ってませんので、ね、確定はできませんですが推測、まあ、ですけれどもこの えー、ホテルレコレージャープラス飲食、まあ、こういう産業に、えーの産業えー、産業に活動、経営活動を重視している、えー、外国人がおそらく一番多いと考えています。特徴4。日本における外国人企業家は主に三大都市圏に分布していますが、 福岡県、北海道、沖縄県など地方県自治体においても、えー、活躍しつつあります。時間を確認します。この表 9, 9は経営管理ビザ所持者の都道府県分布を示しています。えー まあこの表に示されているように、三大都市圏はやっぱり、まあ、東京圏、えー名、名古屋圏、ですね、愛知県を中心とな名古屋圏ですね、そして、えー、大阪圏、まあこの三大都市圏は、えー、三大都市圏に経営管理ビザ所持者が、えー、まあ、 多く集中して、多く分布していると、この図から、この部屋から、えー、見えます。えーまあ、他の地方県では、えー、福岡県、そして北海道、そして沖縄県ですね、こういうこうしたす 県は他の県よりはあの、えー、そのシェアは高くなっています。基本的には瀬名と四県に収集してますけども、福岡県、沖縄、北海道などの地方自体でも、うん、でもあの経営管理ビザビザ所持者、まあこうした外国人金融家も、えー、かなり多く分布しています。 今日10は都道府県別、これは、まああの、成長、そう増加率、えー、都道府県別経営管理ビザ所持者の増加率を示しています。えー、っと、その真ん中の2015年から2019年、えー、コロナ、コロナ発生した前のこの時期をあ見ていただきたいんですが、 えーまあ、すぐ結論は、まあ、どこが伸びてるか、すぐは結論は得られにくいんですけども、まあ、一部のところ、例えば沖縄県とか、えー、長崎、北海道、まあ、こういうところはかなり、えー、伸びてるんですね、その伸び率は三大都市圏よりも高いという印象です。 表11は高度専門職1 5派あの高度専門職ビザ所持者の都道府県別分布を示しています。まあ、さっきの表9と比べ、えー、ま表、あ、9は普通の経営管理職経営管理ビザ所持者の分布を示していますが、この表11は高度専門職ビザ所持者の都道府県分布を示しています。うん。 それを見ればわかりますが、その分布はより三大都市圏に偏って,ているというイメージとなっています。まあ、当然あの、三大都市圏以外の地方圏でも一部の地方自治体、例えば福岡県とか北海道、そして、あの 茨城,か茨城県、たぶんつくばサイエンスパーク、まあ、そこ、高度な研究開発機構が集積して,集積していると思いますが、ま,あ、また沖縄も、まあ、こういう地方県の中でも一部の地方自治体が、うん、高度専門職ビザ所持者を、えーえー、多く受け入れています。 まあではあの、こうした外国人企業家の都道府県別の分布はどのような要因に、えー、よって決定されているか、えーまあ、これから、えー、これについて、えー、これについての事象分析化を紹介したいと思います先行、えー、研究によると、うん まあ、あの基本的には外国人企業または企業家の地域分布はあ、まあ、それぞれの企業家の立地選択行動の結果と言えますが先行、まあ、研究ではですねいくつかの、えー、面白い、えー、発見あるいは研究結果があります一つは移民系企業は経営コストの最小化と利益の最大化を追求しますが 特殊なコスト構造を持っています。あやはりあの違う世界ですから、まあ、別の国で事業を行いますのであの、えー、現地の企業と比べてそのコストの構造が違います。例えば情報の入手コスト、そして労働力、まあ、人的資源のコスト、そして金融、えー、を 金融利用資金利用できるかどうかについてもその資本の資源資本のコストなどについてやはり現地の企業とは若干違います特殊なコスト構造を持っていると見られていますえー、まあもう一つは こうした情報ネットワーク資源、人的資源、資本資源などの利用コストをできるだけ抑えるためには、えー、外,国外国人企業家は、えー、近い人種、宗教、言語背景の外国人、特に同じ出身国からの移民コミュニティが発達しているところで創業したい傾向が、えーえー、ちょっと創業したい傾向が強いですね。 そして、あの、創業の分野に、えー、よって、えーまあ外国人創業、創業、企業間の立地性の行動と影響要因は異なります。まあ、これは、まあ、当然と言,い、えー、言えるでしょう、まあ。などの分析結果が報告をされています。まあ、こうした、えーまあ先行研究、えー、そして、 戦後研究の結果、そして在日外国人企業家の特徴を踏まえ、彼らの歴史戦の行動について、この研究ではあの、えー、4つの仮説を立て,、えー、立てています。仮説1 日本の大都市圏では人口規模と市場規模が大きいとともに総人口における外国人の比率も高いので外国人企業家は大都市圏での創業を先行します。仮説に日本各地で人口減少と市場縮小が続いている中外国人企業家は交流人口が増えている地域特に まあ、インバウンド観光客は伸びている地域での創業を先行をします。仮説3あの、在留外国人統計が示す居住地ベースの外国人企業,地、えー、外国人企業化地域分布では、あの大都市ッの中心都市よりも家賃の安い周辺地域。 主に県ですけどね、周辺県が先行される可能性が高い。まあ、我々使っているデータはあの居住地ベースですので、まあ、こういう要因をコントロールする,コントロールする必要があると思います。まあ、仮説4、えー、これはあの一番重要な仮説ですけれども、外国人企業家は自分の投資経営活動をサポートしてくれる地域、あつまり創業、 あるいは企業促進政策を実施している地域、こうした地域での創業を先行します。こうした仮説と外国人創業促進政策,政策は本格的に実施された2015年以降の5年間、つまり2015年から2019年の間の都道府県パネルデータに基づいて、この研究では、 地域における外国人企業家数及び地域における外国人企業化の企業数の対前年増加率を非説明変数としてそれぞれの影響要因を分析しました。実証分析に使われているモデルはこのスライドに示されているとおり左側は非説明変数で 右側の、uh, X は地域特性を示す、まあ、諸、uh, 説明変数の、uh, ベクタルで、そして UI は地域愛特有の、uh, 個別、uh, 効果で、まあ、あの、こういう、あの、地域、一部の地域特性は、えー、なかなか、uh, 見えない、あるいは、 指標で表明できない、えーえー、ケースもたくさんあります。ただ、パネルデータを使う場合は、あのこ,ういうこうした地域特有の個別効果がコントロールされることができます。こうした、えー、パネルデータとモデルを使って、 えー、我々、実証分析を行いました。この表12はあのモデルに、えー、入れている主、うん、変数の、うん、定義とデータの出生を、うん、示しています。まあ、上の3つの変数は非説明変数で地域愛における経営管理のビザ所持者。 地域愛における経営管理ビザ所持者数の対前年増加率、地域都道府県愛における行動専門職、一号派所持者の数ですね、所持者数。その下はあの説明変数で、例えば、まあ、この FEP は前年度地域愛における経営管理ビザ所持者数、SRRP は地域愛における外国人創業組織制作 政策ダミあの。先ほど紹介した、まあ、いくつかの外国人創業促進事業を実施しているなら1実施してなければゼロ、えー、とあしています。えー、POP は地域愛の総人口、GR、g r g p o p は地域愛の対前年人口増加率。えー p GRDP は前年度地域愛の一人当たり地域創生産、この地域の所得成人を示す。In Tourist、えー、はあのこの地域愛のインバウンド観光客、数、食学ベースです、ね、の観光客数、えー。G in Tourist はあの地域愛のインバウンド観光客 客数の対前年増加率直近,直近2年間の平均値をとっています。そして HLENT は地域愛の民間住宅の毎月の平均家賃という指標を使っています。この表13は主変数の基本統計量を示しています。え、え 実証分析の結果は、あのまあ、これから紹介しますが、えーと、表14は地域の外国人企業活動の影響要因に,に関する分析化を示しています。まあ、このあ表では2つの、えー、非説明変数がありまして、左側の非説明変数は経営管理ビザ所持者です。右の モデルでは非説明変数は高度専門職1 5派ビザの所持者この経営管理ビザ所持者に対して、えー、分析結果によると POP つまり地域の総人口 PRGDP は地域の一人当たり GDP 水準イントリストは、えー、インバウンド観光客数、まあ、いずれも えーえー、統計的に有意なプラスな影響を与えています。まあ、この警戒。ビザ所持者に対して。まあ、つまり、被害者の数、警戒にビザ所持者の場合はですね、えーっと、今インターネット接続が不安定という表示が出ているんですけど、大丈夫ですか。聞こえます ちょっと聞こえてなかったけど今は大大丈丈夫夫ですの外国人企業者の数は、まあ、基本的にはこの POP、PRGDP、イントレスト、地域の市場,市場規模ですね。そしてイントレストは市場の成長のポテンシャル。私はそう見てますけど、こういう要因に左右されている。 そしてもう一つ SRP、つまり地域の外国人促進政策もあのプラスの影響を与えています。まあ、5%の信頼えどうですけど。えー、っとそして HLAN とこの家賃、地域の家賃成人は、まあ、予想通りマイナスの影響、有意なマイナス影響を与えている。まあこれは 経営管理ビザ所持者を非説明変数とする場合の分析結果で、右は高度専門職1号派ビザ所持者を非説明変数とする場合の分析,分析結果ですが、上の3つの変数はあまり変わらないですね。 総人口、一人当たり GDP 水準、そしてインバウンド観光客の規模この3つの変数はいずれも統計的に有意なプラスの影響を与えています。ただし、えー、地域の外国人創業促進政策の影響は統計的には有意ではありません、えー。また、家賃水準も えー、統計的な有意な影響を与えていま,まあおそらく高度専門職、ビザー所持者に対して、まあ、大体こういう人たちは、えー、資金力も相対的に高いし所得水準も相対的に高いので、まあ、こういう地域の 促進予防政策、また家賃も同じように、大した影響は、まあ、少なくともその平均的な家賃成人という変数はあまり、まあ、こういう人、高度、専務職、いちご派のビザ所持者に対しては優位な影響を与えてません。あのまとめて言うと、まあ、ここ整理されていますけれども、非説明変数、地域の経営管理ビザ所持者に対しては、 まあ地域総人口、1人当たり GDP 総生産、そして地域のインバウンド観光客数はいずれも統計的に有意なプラスの影響を与える。まあ、要するに、サービス業を中心に経営している外国人企業の数は地元マーケットの希望と成長ポテンシャルに大きく左右されていることが分かります。また、外国人創業促進政策も統計的に有意なプラスの影響を与える。えー います一方、地域の家賃水準は予想通り、統計的に有意なマイナスの影響を与えています。まあ、これは大体予想通りです。ただ、非説明変数、高度政務職、一応、ビザ所持者数に対しては、えー、地域総人口一人当たり、地域総生産、地域のインバウンド観光客数はいずれも統計的に有意なプラスの影響を与えていますけれども、 外国人創業促進政策や家賃成熟による影響は統計的に優位ではありません。えーまあ、先ほどお話したように、年齢収入が想定的に高い高度経営人材にとって、企業資本金500万とか家賃成熟などのコスト要因はそれほど重要ではないかもしれません。えー、次は地域の外国人企業化数増加率。 の影響要因についての分析結果を、えー、紹介したいんですが、表15によると、都道府県の外国人企業家数、えーまあ、ここは経営管理ビザ所持者数だけを、えー、使っています。というのは、行、え、動、ー、専門職ビザ所持者の数はあのものすごく少ない、まあ、最近のことですので。 ですから、実際分析のときは経営管理、ビザ所持者数だけをのデータだけを使っています。えー、その対前年増加率に対して、地域の人口増加率と地域のインバウンド観光客の伸び率は統計的に有意なプラスの影響を与えています。えー、一方、前年度の 地域の外国人企業活による影響は統計的に有意ではありませんが、マイナスとなっており、まあ、そらく <coughs> サ,ービスサービス企業を中心、えー、となっている外国人企業の間に、まあ、集積効果よりも競合関係の方が強いかもしれない。まあ、これはあまり強くは言えませんが、これは一つの政策ですけど。それから もう一つは、外国人創業促進政策は、地域の外国人企業数の変化にプラスの影響を与えているものの、統計的には有意ではありません。つまり、あの先ほど紹介した各地方自治体が実施している外国人創業促進政策は、まあ、あの地域の外国人企業数の変化に まあプラスの影響を与えているように見えますけれども、でも統計的には有意とは認められません。えー、まだそういう、えー、まあはっきりとした、うんえー、プラスの結果は統計的には認められていません。時間ちょっと待ってね。えー、っと、お時間だいぶ過ぎました。まあ最後はあの。 えー、この研究の分析結果を要約するとともに、まあ、こうした分析果の政策インプレケーションについてちょっと検討、まあ、討論したいと思います、えー。この研究の主な分析結果は次のように要約できます。えー、ポイント1日本における外部人機関 企業家は主に三大都市圏に分布していますが、福岡県、北海道、沖縄県などの地方県自治体においても活躍しつつあります。ポイント2サービス業を中心に経営している外国人企業家の数は地元マーケットの規模まあ人口とか総人口、そしてその所得水準と成長性、まあ、主にインバウンド観光で示されている。 あのこのマーケットの規模と成長性に大きく採用されています。また、外国人創業促進政策も地域の経営管理、ビザ所持者に対して統計的に有意なプラスの影響を与えますがあの、この政策による地域の高度専門職1号派ビザ所持者への影響は統計的に有意ではありません。ポイント3、都道府県の外国人企業家、主にあの まあここは経営管理ビザ所持者、えー、だけを対象に分析しました、えー。その増加率に対して地域の人口増加率とインバウンド観光客の増加率は統計的に有意なプラスの影響を与えます。一方、各地の外国人創業食品政策はプラスの影響を与えているものの統計的に優位ではありません。また、前年度のあ地域の経営 かなりビザ所持者による影響は統計的に優位ではないがマイナスとなっています。えー、まあ、おそらく先も話しました,が,しましたが、サービス事業企業が中心である外国人企業の間に収積効果よりも競合関係の影響がより強いではないかと、えー、見られています。まあ、最後あの、この分析 からどういう政策インプレケーションを得られるかについて簡単に、えーえーまあ、私なりのですがただ、まあ、外部林送業促進政策の導入時間はまだ短いのでその効果に関する検証の継続は、まあ、これからもう必要と思います。 まあ現段階の分析から,からは次の示唆を得られるではないかと思います。まあ、第一に、えー、まずです、ね、あの人口減少と国内市場の縮小が進んでいる中、インバウンド観光は数少ない成長分野の一つとして、外国人の投資系の重要分野となっていますが、外国人の創業をさらに促進するためには、まあ、やはり一層あーな規制緩和を通じて、 日本の持続可能な発展に寄与する投資、重要と成長分野を多く創出することが必要ではないかと思います。えー、第2に、日本各地の外国人創業促進政策の効果を上げるために在日留学生を活用し、日本各地の発展、ビジョン、そして創業優遇政策に関する情報を SNS S 交流アプリを通じて積極的に PR する必要があります。また、具体的な創業支援活動については、新興領域に,おける、ま、に関するスキルが高くて、経済力が相対的に弱い20代、30代の若者を主な対象に集中すべき、うん、だと思います。特に、まあ、最近、あの 円安の影響もありまして、米ドルで評価される日本の賃金水準が、えー、かなり下がっている中、日本国内の留学生を優秀な企業界へ育成できるかどうかは、まあ、日本の外国人創業食品事業の成功の鍵になる、えー、と思います。えー以上